さあモーター37号機の話でございますが、3日間戦って、今の仕上がりはどんな感じでございますかいいと思います。はい、そうですか昨日着順、ちょっと落としましたのは、はい、これはご指示の中では、敗因はしっかりあの、まあ、展開だとか、そういう部分で、えー、それはもう理解ができてるという状況でよろしいモーターは3日間戦って、どうでしょうあの、調整という部分では苦労はしてないですか。 あの戦う直前にバチッとあったんで、そこからはもうほとんどやってないですねそうでございますか、スタート間、3走いたしました、これはご自身と時計との感触はどうでしょう、まあ、風が、あのー、分かっているやつであれば、あのー、10以内ぐらいは狙っていけると思いますそうですか、はい、あえて伺いますが、ピット離れ、この辺も心配はない感じですかもう大丈夫だと思います皆、はいえー、さんの場合には、2018年にこのグランプリは制してますが、モチベーション的には、精神的な部分の3日間を振り返ってはどうでしょう、今のお気持ちは。 そうですねあの同じぐらい充実してますねそうですかはいべ、はいえー、て1位にこだわってそしてここは1枠ということになりました、まあ、久々の平和地盤でございますがその辺も走ってみて2勝なさってますから不安はなさそうですねまあでもあの狭いのは狭いんでしっかり自分のターンが失敗しないいいようにいきたいと思います、うん、そうですかはい、はい、さあそれでは最後に優勝に向けまして全国のファンの皆様に意気込みをお願いいたします。はいえー、集中して えー、しっかり優勝したいと思います。お応援してください。はい、ありがとうございました。1号艇は峰竜太選手でございました。グランプリ2号艇は西山武弘選手でございます。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、えー、最初に申し上げると思いますが、本当は2時間ぐらい時間をあげたいんですが、約2分ぐらいでよろしくお願いいたします。お願いします。えー、こちらも峰選手同様、2勝マークなさいました。失うものがないという風うにご謙遜なさっていましたが、はい、今ご自身ファイナリストに名を連ねて2号艇でございます。どのようなお気持ちでございますか？じゃ。 あのいつも、はい、2,3着拾いたいなと思ってます2,3着でございますか、はい、欲を出さず欲を出さずに、はい、いつも通り、そうでございますか、<laughs> いつも欲は出されてないんですか、欲出したら嫁に怒られるんで、はい、そうでございます、なかないようにします、はいえー。19号機、どのような特徴の仕上がり具合になってますか、も上には上がいますけど、あのー、自分の中であの出足中心にいいと思います。うん、一番気に入ってるのは出足系 足と乗り心地、です乗り心地じゃあこれをベースにしながら、これを壊さないようにということで、ファイナリスト優勝戦に臨むというイメージでよろしいですかいや、ではもう、もう一回、リングだけ入れていきます、うん、スタートが非常に3走とも早いスタート行きましたけども、これはもう、時計との感触バッチリですか、ばっちかいや、もう行くしかね、勝てないんで、もう行ってます、うん、そうでございますか。はい、はい さあそれでは最後に西山節で全国のファンの皆様に優勝に向けての意気込みをお願いいたします。そうですねあのー、全国のアナトファンのあのおっちゃんのためにあのー、クリスマスプレゼントとお年玉をプレゼントできるように汗水鼻水垂らして一生懸命粘りますんで応援のほどよろしくお願いします。はいありがとうございました西山選手でございました。3号艇は寺田勝選手でございます。はいよろしくお願いいたします。はいお願いします。はい 非常にやりにくいかと思いますが、勘弁してください。はい、はい。さて、え三、ー、走なさいました。はい、まあ、トライアルセカンドステイ、あのー、シード組からは、ああ、峰選手と寺田選手のみということで。三十三号機でございますが。はい。実際三走なさっての今の手応え、どんな仕上がりになってますか。いいですね。ああ、そうですか。はい、あの一、ー、走目の時には、そのようなお話は出てませんでしたが、三走なさってどの辺が気に入ってらっしゃいますか。そう、あの一、ー、走目から。うん。はい、あのう、ー。 まずまずの本番は良かったんで、そうですかじゃあ、ちょっとその実際、実戦を戦っていくうえにおいて、勝ち星はありませんが、すべて船剣絡みできてて、その実戦足も含めてモーターの良さっていうのは感じてきてるという、そうですね、かなり序盤というか、試運転の段階よりはよくなってきてますそうですか、具体的に調整っていうのは、どのような形だったんですか本体は一通りやったんですけど、反応がなかったので、あとはプロペラで。 そして3走なさってスタート間なんですがこちらもかなり早い段階では安定しておりますけれども、はい、この辺はどうでしょう。そうですすね、まあるある程度あの見えてると思いまグランプリタイトルに向けての意気込みという部分に関しては改めて伺いますがどんな感じですかまあここまで来たんでね取、うん、りたいですよね。そうですかはい、はい えー、野暮な質問になるかもしれません三枠でございますが、はい、この定番は支出してという感じになりますか、はい、3コースからいきますそれでは最後に優勝に向けまして寺田さんから意気込みをお願いいたしますはい、えー。優勝を狙って気合で走ります。お願いしますはい。はい、ありがとうございました三号艇は寺田翔選手でございます四号艇は日田康史選手でございますそれではよろしくお願いいたしますごめんなさい日田雄志選手失礼いたしましたごめんなさいねはい。日田雄志選手でございます、えー、今節は <laughs> えー、トライアルファーストからの参戦いろいろな意味でギリギリのところから <laughs> そしてファイナリストに名を連ねることができました今のお気持ち改めてどうですかそうでですすかそね、あのー、ギリ全部ギリギリだったんですけどあのげたと思います、あのー、昨日は1号艇で勝たれたんですがその前、抽選の前に今のモーターだとちょっと白じゃないとって言って,てまて、あ、白も引き当てることができて結果も出しました。そうですね本当に ついいてたと思いますそういう意味ではちょっと波に乗れる状況は周り的にはありますが、はい、肝心のモーターの方はどのような推移できてますはなんとかあの乗りにくさとかはないので、はい、あのしっかりレースはできると思ってます。そうですかということはじゃあ優勝戦に向けましてはもう一応今の段階をベースにしながらいろいろやられたと思いますけれれどももここでいうかなとはい、もうプロペラちょっとぐらいです。はい えー、ファーストからの参戦でございますけれどもスタートタイミング、これはご自身の中で時計との感触はどうでしょうまだんどりやってるんで、えー、最近結構スタート頑張ってたんで、うん、まあでも、ちょっとあんまり行き過ぎないようには気をつけていいきまますす、うん、そうでございますか、えー、新田選手もねこのグランプリに関しましてはもうね、えー、この優勝戦経験者ということになります何もなければ4枠もしかすると角攻める位置という形になりますが改めて伺います平和島との相性っていうのはどのように認識なさってますか まあ、よくはないですね。はい、あ、そうですか。悪いです。そうですか。ただ、決定戦まで乗れたんで、うん、今後良くなると思います。今回で払拭してください。はい、はい、それでは優勝に向けまして、意気込みをお願いいたします。はい、一億円狙って頑張ります。はい、ありがとうございました。4号艇新田裕志選手でございました。ありがとうございました。5号艇が平本正之選手でございます。はい、よろしくお願いいたします。え、トライアルファースト、連勝。その後はちょっと試運転で <laughs>。 ちょっと転覆があったみたいですけれども、ね、はい、よくだし、いろいろ試そうと思ったら、ちょっと失敗しました。うん、だけど、成績的にはその後、大崩れなく、ここまで来てますけれども。はい、モーター二十四号機、この辺の手応えという部分に関してはどうですか。足は別に決して悪くはないと思います。バランス取れて。は,あはあ、はいは何か特徴みたいなのはありますか。うん、出足型とは思ってるんですよ。決して。うん、あの、レースで合ってる状態ではないんで、そこも実際レース行くと。うん,うん。うん 出足がいいっていうわけでもなく本当バランスが取れている普通の感じですーはーはーはーそれ接グが合えばもっといい状況が出るんじゃないかなっていう感じも伸びしろはかなりあるとは思ってますまははははじゃあ最終日はちょっとその辺を求めて調整に専念をしたいという感じになりますが、うんねはい、前回の平和島はまあグランプリシリーズ戦で見事に優勝を飾っています。 そのイメージはやっぱりありますかありますね今日もいい風吹いてるんで、はい、狙いたいと思いますそうですか、はい、じゃあぜひその再現をね、はい、今回はこのグランプリの優勝戦でしていただきたいと思いますそれでは最後にファンの皆様に意気込みをお願いいたしますはい全力でグランプリ、えー、狙っていきます頑張りますはいありがとうございました五号艇は平本雅幸選手でございましたそして六号艇は松井茂選手でございますはいよろしくお願いいたしますはいお願いします もう王者松井選手にはまあ何を聞いても野暮な質問になってしまって申し訳ないなと思いますが、えー、改めて伺いますがグランプリの優勝戦16回目でございますはい過去3度の優勝でございますはい今回は今ここに立たれているお気持ちというのは何かこれまでと違いはありますかえっとそうですね2年間、うん、2> まあ走れてなかったんで、はい、まあ逆に言うと僕の年齢で戻ってくるのっていうのは本当に大変で、うん、まあ 一生懸命やった成果が出たと思います。そうでございますか。はい、勝ち星はありませんが堅実に走られたトライアルファーストセカンドというイメージ。二十一号機は五日間はどのようなモーターは手応えで戦ってきたんでしょうか。まあ正直あのエンジン勝率このメンバーではない方なんで、うんはい、まあよくついてこれたかなと思います。はい。何かこのモーターで気に入ってるところというのはありますか。えっと出口の、うん。 押しがいいいいと思いますいわゆるセカンドなし、出てからの,あの立ち上がりの部分ということで、よろしいですかえーと流れるところが流れないというところがいいとそうですか、はいまあ、グリップがちゃんと効いてるというか、船の向きもいいということですね、はい、スタート間、ご相談されれましたこれはご芯と時計との感触はどうでございますすかあの結構いいいと思ま松井さん、6枠でございます、はい、進入に関しましては、一、まあ、番のベテランでもらっしゃいますが、どのようなことを考えていらっしゃいますか。あの 基本的には動くつもりで考えてますけども動くつもりで、まあ、ただ相手もあるんで、はい、まあみんなが突っ張れば6、うんまあ、コースになると思いますけども、はい、黙っての6コースはないということでございますねそうですね、はいはい、やっぱり王者松井さんがいるとこのグランプリ優勝戦はお世辞なく盛り上がります最後に全国のファンの皆さんに向けて優勝に向けて意気込みをお願いいたしますはい、あの優勝してあの車を買いたいと思います、はい、お願いします、はい、ありがとうございました六号帝は松井茂選手でございましたどうもありがとうございました